昨日中学生の中学の友達と、まあ、飲んでたんですけど、お前に夜な街の遊び方を教えてやると、まあ、その友達は遊び人で教えてもらったんだけど、まずは相席屋やって言って、俺昨日初め人生で初めて相席屋行ったんだけど、夜の街の人は相席屋に行くらしい。一人で行くやつもいるけど、あの二人で行く、これが結構鉄板やって。おう、相席屋ってのはなんか男が金払って女の子がただ飯食うっていう場所なんだけど、なんか二人で行くと二人の女の子と会うらしくて、普通になんかなんで金払って俺女と話すねんって思ってました。まあ俺の仕事柄、まあべしゃり、俺もべしゃりは一応鍛えられてるから、べしゃるかって思って、なんか、え、じゃあ、どっから来たの？えじゃあ、ええー、みたいな。なんか看護師の人で、あ、なんか東京来たばっかなんすよ、みたいな人いて、ちょい盛り上がりしたんだよね。弾むなーって思ったら、ってことは男性の方お時間ですので、それじゃあ次の、女の子の方行きましょうみたいな感じで、なんかまあ移動させられたのよ。なんか結構そういうシステムがあるらしくて、なんかスマホでその気に入らん男が来たら、なんかチェンジみたいなチェンジボタンがあるらしくて、今弾んでたのになんだ俺ダメだったのか、なんか盛り上がったのになーって思ったら、俺の友達が、いや俺が押したってなんか熊本だからなんか来た子で、なんか、いや、ぶっちゃけ俺東京の人じゃないと、俺即チェンジするよ、みたいな。言って、は、俺盛り上がってたのにって思って、移動して、で、次の、なんか、二人の女の子、学校の先生してます、みたいな言ってて、ちょっと、まあ、ちょっと盛り上がってやってたら、あ、お時間ですので、じゃあ別の、あの、組とやります、みたいなスタッフに言われて、マジ盛り上がってたのにな、え、俺もしかしてチェンジされたのかって思ったら、俺の友達が、え、あ、俺チェンジしたよって。めちゃめちゃチェンジするんだよね。だから全然弾まないの。俺の友達がチェンジしまくりで、俺結構話弾んでたのにって。そいつも結構盛り上がってたのに、え、なんでチェンジしたのって聞いたら、いや、もう顔見た瞬間、これないなって思って俺がチェンジしたって。もうあの、席行ったタイミングから俺スマホいじってたよ。怖って思った。さすがに遊び人すぎて。これが相席屋かって思った。ほらよ、いいダメージで、あべえ、いいレバガチャ、いや言うてよ、これコツは反時計回りね。これね。でも相手からは必死になってレバガチャしてるっていう情報が相手の元に行くので、ぶっちゃけ不利。え、こいつガチですやんってなるんで。やばい、危ない、危ねえ、ガチ危な。それが嫌でビップだとキングルの下投げ無抵抗です。あ、それね、最高。それ横スマ当たるじゃん。でも、あ、別にいいけどみたいな。あ、なんかまあ当てるよね、プみたいな。必死に横スマやっちゃってるね。こっちの方が優位に立てるから、やばない。ひどいと思うだろう。違う、運命。
ジャンプない。またかよ。ああ。だあ。めっちゃ頑張ったのに。行かなきゃよかった。行こう。はい。危ない。こらよ。もう。地上にいさせん。ほら。すいません久々にミスった反転。ほらほらよ。お願い、生きてんだよなこれ。うお、ギリでした。ちょびためが効いたな。撃墜してしたわ。生きてる。お願いお願い。よし。う。死ぬーん。やべえ。あぶねえ。生きてる。上クーエヌとかでよかった。ほらよ、さすがにこれは行かせていただく。もう言うて固まってきたな、マッチング。
死ぬ、生きてる。だ。なんかジャンプ潰れたし、なんかジャンプ潰れたし、なんかジャンプ潰れたし、ほら。いやー、最近でも重量級最強はドンキーなんだね。まあ、一番活躍してはいる。カズヤを重量級に含めるならカズヤが重量級になる。てかカズヤはもう重量級だと思う。撃墜せい。くそ、単純に届いてね、距離が。さすがに届かん。スネークは重量級じゃない、いや重量級だと思う。なんかみんなの言う重量級ってデカキャラ含めってことになるよね。みんなクッパ、ドンキー、キングクルール重量級思いがち、それしかいないみたいな。リドリーはでかいけど違うよねみたいな。